オバマ大統領の来日を来週に控えて、アメリカのキャンベル国務次官補が今朝日本に到着しました。まもなく岡田外務大臣と在日アメリカ軍の再編問題などについて話し合います。 Are you tired of Japan's indecisive attitude on the Futenma relocation? Not at all. We're here to make excellent preparations for President Obama's visit to Tokyo next week.I'm here in advance to consult with key officials and members of the party just to ensure that everything goes smoothly as it will. 一方、国務省のケリー報道官は、普天間基地の移設問題について、オバマ大統領の来日までに日本政府が結論を出す必要はなく、アメリカとしては期限を定めていないと述べています。いろいろやるんでしょう、下打ち合わせを。頑張ってもらってますから。岡田外務大臣は、まもなく始まるキャンベル次官補との会談で、きしみが見える日米関係の立て直しを目指します。岡田大臣が嘉手納基地への統合の可能性を模索している普天間基地の移設問題や、アフガニスタンへの支援策について、日本側の検討状況を説明します。また、地球温暖化問題や北朝鮮問題など、来週の首脳会談で議論するテーマの絞り込みも行います。